はい、スピリと申します。今日もキングダムオブヒーローやっていきたいと思います。すいません、ちょっとね、実況時間が空いちゃったので、公式ブログの方ね、結構更新されてたんですけど、紹介できてなかったので、ちょっとしていきたいと思います。まずね、ヒーロービンゴっていうことで、まああれだね、 AP の消費イベントですね。 AP 消費して、消費した分だけこのパネルが開きますよと。で、これが揃った時に何もらえるのっていうと、ビンゴを達成すると対応した列の報酬を獲得できますということで、まあ斜めはこれだね、これはチョイスミラーだね。で、縦はこれ、横はこれっていう感じで、で、全部揃ったら次のやつってなるのかな。まあ、何枚ぐらいあるのかちょっとわかんないけど、報酬はポストに支給されます。ビンゴは毎日リセット、毎日なんだ。毎日リセットされますと。へえ、じゃあ結構、あれだね。AP 使わなきゃいけないのかな。どんぐらい使わなきゃいけないんだろう。っていう、まあ今日、っていう、まあビンゴのイベントが来ますよ、ということです。で、もう一つ。ちょっとね、こっちは、ちょっとまあ、あんまり良くない内容だね。アカウント凍結しましたよっていうお知らせです。課金アイテムを購入し、受け取ったにもかかわらず、Google Play の払い戻しを行ったアカウントが対象となりますと。まあ、買ったけど払い戻ししちゃったよっていうのが、まあ、12アカウント言いましたよと。これ、どうなんだろうね。知らずになんかやっちゃったみたいな人いないのかな。まあこれ、こういうことをやったら、まあ凍結ですので、皆さんやらないようにしましょう。で、キングダムオブヒーローでは、不正ツールの使用以外にも、不正行為や不具合の悪用、他のプレイヤーへの迷惑行為などを禁止しています。禁止行為を行ったアカウントは定期的にアカウント凍結等の処理を行っております。ということで、皆さん気をつけてと。はい。で、もう一個、ギルド対戦が来ますよ、っていうことで、まあ、内容に関してはね、全然わからない。まだまだ情報不足っていうことなんですけども、ソロギルドをやってる私としましては、あまり関係がないかなっていう感じです。まず、ソロギルドね、全然進んでないです。うん。ちょっとね、これはね、ソロにして、ちょっと、後悔してるところですね。はい、行きましょう。で、まあ、今日はブログの紹介と召喚、これをちょっとやっていこうかなと思います。イベントでね、結構高級召喚もらってるので、まあ、ここやりたいのと、特選召喚、これが星4だそうですね。星4の英雄を召喚できますということができるので、やっていきたいと思います。で、英霊召喚はまだちょっと今日はやらない予定です。キャラクターがね、ちょっとっていう感じだったので、まあいいキャラクターはいいキャラクターなんでしょうけどね。ラケシス。ちょっとね、どこでやろうかな、ちょっと貯めようかなって、このニュクスがちょっと欲しいので、ここまでちょっと貯めようかなって思ってますね。ラファエル。ラファエルもいいキャラみたいですけどね。どちらかというとこのニュクスが欲しいので、ちょっと貯めようかなって思ってるところです。ということで、まあ、今日はね、高級召喚と特選召喚と、あと、イングベイも欲しいので、これをやっていきたいと思います。まあ、高級召喚から行きましょう。23回、最高！上限達しちゃったよ。ちょっと待って。さあ、じゃあ改めて高級召喚やっていきたいと思います。さあ、どうでしょう。さあ、まず星さん。レイラ。星さん。ギガース。星さん、ギネビア。星さん、お！星 4！ 星4来たよ。あー、ウルズ。さあ、星さん、メリアス。星さん、キルケー。星さん、ミノタウロス。星さん、グレンデル。星さん、エキドナ。星さん、カーミラ。ぐらいかな？でも星4一個来たね、ウルズ。よかったよかった。まあ、ちょっと、まあ、もう、ちょっと、これはちょっとまとめようかな、ちょっと。
さあ、高級召喚20連目いきましょう。さあ、星4、4か。星4。あー、やった、ムスペル来た。あー、これはありがたい。これね、コンクエの1の1で、なんか10秒切れるっていうのがちょっと話があって、ちょっとやってみたいんですよね。うん、ちょっと使ってみたい。さあ、スクルド。で、カシオペア。フローラ。ね、星さん。キルケー。ああ、間違えた。モリアン。星さん。おー、カシオペアまた来た。星さん。レイラ。星さん。お、星4。さあ、なんでしょう。バルキリー。いいね。ありがたい。さあ、星さん。マーモン。星4、2つきましたね。さあ、残り3回。行きましょう。さあ、おー、アンタレス。星さん。フローラ。星、おー、すごいね、今日。星4、4つ目か。ベディア。あ、これは初めてかな。あ、結構面白い形。形。さあ、氷のウィザードだね。氷じゃない、水のウィザード。やっぱ、コードゲージ、ダウンのキャラクターだね。うん、うん。ブリザード。範囲内の敵を攻撃して、HP 割合が高いほどダメージアップと。で、攻撃命中時、対象のコードゲージが 50% 以下なら、一旦の間対象が移動力ダウンと。オッケーオッケー。まあ、なかなか。エロい体してる。覚醒したら強い。ああ、いいおっぱい。まあ、そんな感じだね。さあ、じゃあ次行こう。オッケー。星4来ましたと。さあ、そしてどうしよっかな。独占、こっち行こうか。まあ、星4確定ガチャ。行きます。せーの。はい。そう。星4確定ですから。しかもね、光闇は入らないと。あ、アイギス。まあまあまあ、ありがたい。もらいましょう。さあ、そして、イングベイ、ピックアップということで、なんかね、キャラクターの評価はすごい高いみたいなので、欲しい。ぜひ欲しい。では、いきます。せーの。はい。はい。ザガン。さあ、おっさん、ロビン。おっさん、4か。エルボス、まあありがたい。スキルレベル上げましょう。お、星4。お、星4連続できた。初めてだ、これは。ベルダンディー。さあ、星さん、クロセル。星さん、エルフナイト。星さん、シーブ。星さん、キルケ。星さん、カミラ。星さん、チェリー。うん、以上だね。さあ、ベルダンディ。無敵がつくよと。攻撃命中時一旦内で自身に無敵付与。すごいね。自身のバフが多いほどダメージアップということで、あと無敵状態だと HP が 3% 回復ということで、うん、まあ面白いキャラクターだね。あ、ブンブクチャガモさん。これ実況者さんですね。無敵によりファイターなのにかなり耐久力がありますと。まあ結構いろいろ皆さん書かれてますね。結構まあいいキャラなんでしょう。さあ、まあ、ちょっとね、育てて遊んでいきましょう。もう一回、10連、いきまーす。あ、高級召喚書もらった。さあ、星さん、メリアス。さあ、星さん、ロビン。星さん、エルフナイト。あ、バーソロミュー、初キャラだー。ポチって押しちゃったー。まあ、純星5。水のキャラの純星5。うん、ありがたいですね。さあ、
次行こう。おっさん。ジョビン。おっさん、シア。おっさん、エルフナイト。おっさん、ドワーフ。お、星4。ヘルマン。おっさん、フローラ。ということで、まあ、純星5来たね。ありがたい。で、しかもそれにプラス星4まで来たね。おー、ありがたい、ありがたい。よし。というわけで、まあ、イングベイはまた、そのうちだね。あー、これねー。今、450ないから、買わないけど。これね、買った方がいい、買わない方がいいっていうのは、まあ、人それぞれですので、まあ、私は買っちゃうけど、まあ、買わない方がいいよっていう方も結構多いみたいですね。はい。というわけで今日はこの辺で。なかなか当たんないね、ガチャはね。うん。まあまあ、星5引いてるから僕も言えないか。はい。というわけで今日はこの辺で。ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、スピルでした。またね。